私ここで発表しますが、私メガネドレッサー賞をもらいました。マネージャーに聞きまして、メガネドレッサー賞もらうかって言うから、要素のもらおうかと。ずっとメガネかけてきてんねんからね、芸能界入ってずっとメガネや、一回ももだおだれメガネね、メガネドレッサー賞。ほんで去年はどんな人がもうたんやと、去年とやっぱり去年は華やかな人でした、やかましわよ俺が地味かえと、去年は華やかな人でしたって、去年はあの永瀬さんでしたね、永瀬ええー、あれがなさほど変わらへんやろ。それでは、今週の設定ですね、設定をちょっと見ましょう。設定はこれでございます。別荘です。はい、ちょっと衣装を持ってきてください。この人はいつも持ってきてはる。メガネはどこ、メガネメガネもいろんなメガネが。衣装決めてからいきましょう。どれがいいですかね。ああ、なんですか。パジャマ。お父さん。それではパジャマ、はい、パジャマにします。パジャマでいいですね。パジャマでいいの。パジャマということは別荘で、パジャマということは僕の別荘になりますよ、これ。そこも考えてちゃんと言ってくれないと。まあいいです、僕の別荘にならないかも分かりません。それじゃあメガネ、これみんな自前ですよ。メガネドレッサー賞ですから、これはね、あのオセロの白にもうたんですけど、どうでしょう。それともこういうのもありますね。ね、こんなもありますね。あんまりうとしてこれはどうですか。あかんねん。はい、言ってください。どれがいいですか。はい、何ですか。今声出したやつどの人です。はい、言ってください。どうぞ。お母さん、どうぞ。黒縁のちょっと細いの。黒縁の細いの、これですね。これいいの。これじゃない人いますか。これじゃない、いいですか。お母さんので、いいんですね。さあ、今日のゲストでございます。今日のゲストはこの方でございます。受けたことをちょっと後悔してるんだけどね。まあ、鶴瓶さんですからね。それはまあある意味安心してられますけど。なんかこうして例えばそうですね、まあキーワードをなんか言ってほしいとかですね、あんなやったら楽しいですよ。それは私の名前を使ってくださいとかね、何でもいいですね。はい、あ、なんかないですか。はい、女言葉で喋ってほしい。一箇所でいいですか。でないとずっと。もし一箇所ね、一箇所、それじゃあ女言葉入れましょうね。わかりました。一箇所女言葉を喋るということです。それはいいでしょう。それでは失礼いたします。後ろから見たら堺俊也さんやね。ふざけた人ですよ。ゲストメロンパン入ります。
全く何もミント来はったらしい。そう面白いなと思ってね。ほんまに来たんや。本当に来ちゃいました。あとねメール出して、はい、断ろうと思ったんですけど、一度受けたことをね断るのはあまりにもあの男らしくないんで来ちゃいました。いやでもその事務所の人に何か言われたでしょ。あと勝手にせんといてくれと。いやいやそんなことないですよ。それはもう自分意志が強かったわけ。やっぱり、ね、でもやっぱりやめようと、うーんという気持ちで今もいっぱいですけどね。あれ酔ってたんややっぱりね。酔ってたんですか。いやいや僕は酔って言ったこと絶対言ってないって言うたもん。何ですか。じゃあいやだから私は酔って言ってるんじゃない、出ると言ったら出ると。だからその通りになってるんですね。だから酔った時が本音とか本心とか思ってるんで、そうや、どっちかですか。いいじゃないですか、来たんだから。後輩も連れてきてね。あの人だからやっぱり あのあれでしょ、俳優さんのこれから出てくる人でしょ、あの人。ああまあまあまあ、はいはいはい、そうですね、はい、まあ、事務所の若手です。若手ですか、はい、どうするんですか。それでいやもう全く決めてませんから、誰かにいつも決めてもらうんですよ。僕が入ってくるとか。大橋さん、大橋さんですか、はい、あなた決めなさい、大橋さん来なさい、はい、あなた決めてくださいよ。いや両方一緒にいるのか、三浦さんが入ってくるのか、そうか僕が入ってくるのか、自由にしてください。もうあなた別に後でもうこんなもん何もあらへんねんから、どうぞ。鶴瓶さん、じゃあ板付きで。僕板付き、はい、はい、それでそこへ三浦さんが入ってくるということですね。はい、わかりました、はい。えらいこと決めてくれるな。はい、もうそれは後輩が決めはったんやからね。あの橋田須賀子ドラマよりも緊張しますよ。向こうはセリフがたくさんあるんで緊張するんですけど、何もないので緊張するという。どうすりゃいいんだってね。まあいいや、ここからスタッフの皆さんも笑い禁止になりますのでご注意ください。では、僕がカウントをしていきますので、じゃあスタッフ。では本番参ります。10分前からカウントしていきます。10秒前8 7 65秒前4 3。先生、あれですよ、原稿は上がりましたか。まだですか。あ、びっくりした。寝てられたら困りますよ。もうあの印刷所待ってるんですから。ちょっと松本君ちょっと座ってな。いやいや。原稿も何にも出してないじゃないですか。いや分かりました。全然それちゃうねんで。いやもうどうもなびっくりした。今寝てたわけない。寝てたわけないねんけどね。ちょっとあとね原稿ってまあそれ原稿。今寝てたわけやないねんよ。いや信じないと思うけど、もう何や、怪奇現象みたいにギャーッと起きてやな。昨日の夜からも全然言語ガーッて聞き飽きましたよそれ。いや聞き飽きたってほんまやねんて。ここが一番落ち着くもんってここで決めたんやけどね。あとちょっと待って、ここで書いてるんでしょ。いや書いてんねんけど、いっぺん書いたらバーとこ。いや分かりました。じゃあ原稿どっか飛んじゃったんですかこれ。いや飛んでない。いっぺんもうないっぺん全部サインしてやね。さあ立ったんだ、あと20枚ぐらいのことやな。そんなやや言いねえなよな。あそこのね、あのセリフがどうしても出てけえねん。ギューってみんな待ってんの。
みんな待ってない。印刷所が待ってる。いや先生、大先生だから、それは待ってますよ皆さん。先生、大先生ってやな、松本君。あんたね、そんな。いやいや、すみません、すみません。先生、先生って言うてるのは、あんたじゃないねん、あんな。まあまあまあ、座りのちゃんと厳しく言わないと、ね、というふうに言われてきてるんです。いや、本当は先生のことは尊敬申し上げてるんですが。お前だね、あんた。はい。で、あれ、どうやねん。何がですか。え、いやいや、今年の、まあ、そんなこと君に言ったら誰けど、今年のあの賞、賞に入んのか。いや、それはまあそれなりのあの根回しはしますけれども。頼むで、俺はもういつもギリギリでやな、もう言うたら、もう辞典みたいになっとんねん。早いことやっぱりちゃんとやな、一つ、芥川賞とか若いもんばっかり取るのやん。先生、あの無冠の帝王でいいんです。で、読者がいっぱいいるわけですから。読者がおったって喜んでくれる読者がいっぱいいて、いやいや、価値観が、ね、無冠の帝王っているじゃないですか、たくさん。それでもう先生はまあここ、まあ、無冠の帝王やったら俺はテレビ出ても言うてるけどやな、そんなもんね、もう君やから言うけど、そんな、やっぱり実際ちゃんと取らないと。あのね、君言ってたらイラつくからね、はい、あの、まあ後で呼ぶから、あの、すごいか、いやいや、まあまあ本当にあと20枚ぐらいのとこやね、後でね。そうですか、はいはい。あのセリフが出てけへんねやな。え、セリフ。いやいや、悦子がね、悦子があの不倫で走って最後に死ぬ時、ねえ、私どうしてもあなたのこと観音小説の作家だったんですねいや、もうそこは一番大事なんだ。ねえ、私あなたのこと、はいはい、どう、いや、もういいっすよ、やめましょうね。いくら我々がほら演劇部出身でも、もうやめましょうよ。いませんって、もうね、こんな時間まで待ってんだから。ね、誰か連れてきたんか。いや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 、いや、飲み物も何にもないし。え、よいしょ、それじゃもうね。松本、うん、ああ、俺いつまでこんなとこいとくねん。お前頼むわ、お前逃がしたる言うてやねんか、お前やばい、橋渡ってお前こなしてお前、お前の、うん、いや今俺お前落としただけで警察来るのかな思て、お前怖いわ。さっきは作家の先生で、今度は何やで、犯罪者ねえ。もうだからやめようよ、いいじゃないかよ。え、いやな、来ないんだから。二人でこういうことやってて虚しいから、ずっと。いやね、俺お前と来て、お前とおたらな、なんかこうやってな、なんかちょっとこう格好やりたい。お前はお前らしてやな、ちゃんとお前、いや、舞台にも出てやで、話して、まあ、テレビは出へんけど舞台で話してお前活躍してやで、あれしたら俺だけお前、ほんまにお前喫茶店の親父でやで、やっぱりこうやってたまにはこんなとこお前の家来たら、喫茶店何軒も何軒も出して、いや、何でこうやって別荘も建てて、お前らええやないか、客前出たらお前、そら大学と同じようにやな、人をキャーッと沸かしてやで、俺は見に行って羨ましいわ、ギヤー言うてるねんか、あの終わった後のスタンディングオベーション見てみーなお前が来るたびに俺こなしてな、ちょっとお前演劇をやりたいというような気持ちがあるわけやから、さから今日はな、どんなんで来んのかな思ってやで、寝て待ってて、ほんだらお前お前からやってんねんか先生って、はいはい、せやろ、嬉しかったやな。いやいやいや、そうじゃない、今をときめくお前松本龍介がやでそんなお前、俺ごときのお前大学の友達は言うてやで、お前が先生って言うてくれるから、こっちも君がの時々そういう気になるわけや。なんで来ないの三人。いや、知らん、永田と雨宮と西村、なんで来ないの。いや、連絡も入ってない。だって夕方に来るって言ってこの時間に来ないんだから、もう来ないな。お前よう時間取れたな。え、永田は、永田、雨宮、西村。いや、永田は、雨宮はな、でもなんでその3人を誘ったんだかよくわからないんだよ。いやいや、まあ、だから同窓会いつも来ないのにいきなり来るから、そこでもうみんなと、なんで真鍋が来たんだっていう話になったんだよ。
ね、それで俺らはほら大学の同窓生だからあれだけど、そいつらも中学だぞ、中学から会ってないのに、なんであの3人誘ったここに。いやーいやもう来えへんから言うけど、まあ、また来るかも分からへんけど、永田はずっとお前のことをずっと恨んどったんや。え、雨宮にずっと相談しとったんや、永田雨宮に。いや、それは別にもうええねんで、もうこんなよ、まあ、50過ぎだからな。来ないのはね、あれだと思うよ、中学の時に、まあ仲のいい友達同士ではあったけど、少しほら浮いてる状況はあったじゃないか。まあまあそうやな、ね、うん、お調子もんで。いやでもな、やっぱりあの3人が来ないのは、うん、やっぱちょっと真鍋のことはこう友達みたいに思ってたけども、どっかでこう見下す部分がみんなにあったのかもしれないね。え、それでなんか安心してる部分があって、で、みんな一応学校出てなんとなく社会に出てね、で一番出世してこんな別荘持ってるのは真鍋だけじゃない。そこにいきなり同窓会行ったからって声かけられてね、えで来ないかって言ったって、それは無理だな。金持ったんが悪いんか、金持ったんが悪いんか。いやいや全然悪くないよ、お前はそんな言い方やねんか。いやいやいや金持ったんが悪いんか、俺いつあいつらに絵描こした。いや若金貸し売りとか貸してくれねんか。いやいやだから女の金持ったんが悪いんか、今はその言い方せやないか。貸してくれって言ったら俺とお前は親友やろ。せやからはっきり言うてんのかも分からへんけど、うん、俺浮いてんのか、はっきり言ってくれ。浮いてるように見られてるかもな、うん、永田に200万、うん、え貸してる。それ知らないよそんなこと。貸してる。いや初めて聞いた。お前にちょえそうで電話でお前。え他のやつにも貸しとるよ。西村智美や西村にはまあそんな60万円、これちゃんとつけたんねん。そういうことか。まあそれは来づらいわな、俺が知らないんだからね。でも本当はあいつらのことを金貸したっていうことはなんかこう優位に立ちたかったんだろ。うん、ないかそういうのは。であいつらはもうそこで負けたと思ったんだ、借りた途端に、その時に。だから来ないんだ。ああ。え、何使ったんだろう。知らん。あいつらみんな妻子持ちだよ。あ、理由も聞かずに借りたんだ。え、言うてくれよ。お前知ってんねやろ。いや、だからそういう理由は全然知らないって。言えへんっていうこと知ってんねやろ。うん。まあ予想はついてたけどね。でもその金借りてるとかそういうのは知らなかったからね、うん、それがあるならますます来ないわ。ふーん、よし、あのガキ舐めやがってほんまにゃ。ああ何興奮してんだよ。え、興奮するよ。何でもな、コンプレックスって面白いとこにあるんだよね。あのね、ほら東京出身なのに関西弁使ってるじゃないか。え、おかしいんだよそれがよ。それはもう大学出て関西の方で仕事をこうやってチェーンみたいにしてその広げてたな、喫茶店をな。んであかんか、35年もこうやってずっと関西のように暮らしてればさ、そりゃね関西弁も使いたくなるわね。だけどね、俺はあれだよ、京都に首都が移ってさ、えっ、んで文化の中心になって政治も経済も全部京都行ってたよ。関西がいいいいって言ったって、それはね東京の人間から今見たらものすごくこの、かっこいいなって思うけども、生まれ育ちは東京なんだからその関西弁やめてくれ。
な。そういうことでもない。今は関西や、東京なんてお前人移ったんやから、うん、今は関西やねんかい。そうだよ、それ知ってるよ。俺ら完璧な関西弁で、昔はもう俺ら生まれお前半蔵門や、せやけど誰見ても俺が大阪の何和区日本橋出身や思ってるやろな。え、今はな、仲間内はみんな知ってるんだよね。だ、勝負相手だけだろう、そういうふうに思ってくれるのは。俺ら昔の友達同士はみんなそんなことはね思ってないんだよ。チャキチャキの江戸っ子だと思ってんだよ。親子三代も続いた。え、仕方がねえじゃないか。何が？バカ野郎。かっこいいよね、そうやってね、関西弁ベラベラ喋ってね。仕方がねえじゃないかって言ってんだよ。おお、いいね。でもちょっとわざとらしくなってるな。もう、もう戻らなくなった、なってんだよ。おい、うん、俺は郷に行ったら郷に従えって言うんだよ。だからさ、京都にし、うん、京都に回してみんな中心移ったらお前、俺はお前商売すんのは一番楽やねん、関西弁が。ああ、やっぱりね。顔ももともと関西弁みたいな顔やさかい、関西弁がぴったりやねん。だってさ、なんて言ったらもう今さらお前関西弁喋ってみ、喋れるのか。喋れないよ。いや、それが劣等感にやってるね。そうやねんって言ってみたいわ。こうでんねんとかな、言わないか。お前関西弁の芝居できなかったな。できないよ。舞台ですか。そんな風に染まってしまうのが本当羨ましいね。え、ねえ、べったり関西だもんな。え、その方が商売しやすいね。いや、しかし老けたな。いや、いや、でも昔親父って呼ばれてて追いついたな。お前は老けな。同じ学年だぞ。お前それカツラちゃうか。これ。うん。こら。ほんま。ほんまにお前ほんまに老けんわ。なんやそれ。うん。ほら、ほんま同い年やで。でも昔から全然変わらないのがすごいわ。そりゃ変わっとるよ。いやいや、変わってない変わってない。少し変わっただけな、ここら辺が。ここら辺は全然変わってない。いや、ずっとそんなんや、こういう。おい、おい、お前ええこと言ってくれた。うん。俺があいつら見下してるんじゃないかとか、うん、ほんまさっきは腹立ったけど嬉しくって仕方ねえよ。そうかい。うん、うん、いや、大きに大きにな。ほんまにけえねえな。はあ、いいんだよ、来なくても。本当はね、明日の朝来んだよ。え、本当。まあ、いや、そういう連絡をねしたんだ、俺が。こんな話をちょっとしてみたんだ。でも大した理由はなかったな。いや、なんかあるかなと思ったんだけどな。いや、それ以上のもんやって。うん。いや、何が。お前が今俺に言ってくれたことは。うん。この歳でなんか直すいうのは非常に難しいけど、後ろからハンマーで殴られたようやわ、おきに。へえ、そんなに何感謝されるようなこと言ったかね。お前には分からへんのけどな。そうか。OK です。いろんなことを指すな、もうこの人。俺やったよ、あの最初の小説のとこで喋ったよ。そやろ、しゃってたよな、小説のとこで。やってた、やってた。ほんまに後で覚えときなあれ。あの人いろんなこと指すでしょ。
ごい人やろ。何やねん、首都まで変えてもたべ。で、あんだけ名前言われたら俺ずっと覚えたから誰やったかいな、自分が言うからええねんで、あー、間宮とか西村とか、これをどんどん覚えていかなあかんやろ。で、最後あんなこと言うって、でもええ話やったやろ。あー、もうドキドキしたわ。でもすごいな、何にも考えてんのってやで、首都を移動してまうねんで。俺ね、初め何を言うてんのか今分からへん。初め何を言うてんねん分からへんねん。で、俺が東京の人間やって最低、あれが一番最低やわ。あんなことね、屈辱やで俺。俺もまだ、だってさとか言うて。許諾官だな。ありがとうございます。帰っていいですか。ここから今を見るんですよね。嫌、だな。もうね、大体あの自分のやった作品見ないんですよ。で、スタジオでもプレビューってあのスタジオドラマの時あるんだけど、それもね、なるべく見ないんですよ。あの、性分なんでしょうね、そのね、やったことがね。鶴瓶さんにダメ出ししてくださいよ、はい、見ながら。そうか、それならできるかもしれないな。なわけない。それではご紹介します、三浦友和さんでございます。整理しますわ、はい、ええー、加減にしてくださいよ。ね、俺はなんか俺演劇部ね、そして首都移転、友達が来る言うて名前3つ挙げてやで、母かやれんの。ほんで自分は声張れへんねん、声なんか思いっきり張れへん。憎たらしい。いや、その名前3つだけは決めてきたんですよ。いやいや、そこっちはもっと簡単にして、なんで俺の名前は何やったん。え、真鍋。真鍋、俺は誰やろ思て。あの、ま、べつながりでいいかな。真鍋って、そっちは勝手につながってんねや。何や俺、何やろ、俺は何ちゅう名前なの。いや、2回ぐらい呼びましたよ、ね、言ったけど俺分かれへん。いや、もうこれ見ていくよね、はい、反省会です。いやだな。これ皆さん見てたんですよね。みんな見てたんですよ。うわで、ね、それで言葉も、はい、女言葉を一つ入れてくれって言われたんですよ、はあはあ、あの人に。女言葉一つ入れてるんですよ。え、僕がね。そうでしたっけ。はい、それが条件。これ着せられてこんな目がかけされ。それではいきます、どうぞ。ストップやったら言うてください。そっちも好きなところで止めてください。僕も腹立ったほうが止めます。先生、先生、あれですよ、原稿は上がりましたか。まだですか。あ、びっくりした。ストップ。あ、びっくりされて。俺、先生、何の先生。先生が原稿上がりました。先生で、まあなんか書くねやろなと思うし、文章なんか言わなあかんなと思うし、いろいろこうやって、それでまあちょっと寝とぼけたふりしてんねんけどね。先生、これは別に演劇も何も考えんと、ほんまに先生で行こう思ったんでしょ。思いましたね、最初ね。そうよ、何も演劇も考えてんねん。もまずいっぺんね、ちょっとジャブでやる、先生で打っといて。俺は先生なるわけ、一生懸命。どうぞ。今寝てたわけない、寝てたわけないんだけどね。ちょっとあとね、原稿って、まあそれだけど、今寝てたわけやないねんけど、いや、信じないと思うけど、もう何に、怪奇現象みたいな、ぜーっと起きてやな、昨日のやつからも全然。ストップ。ここまでやってんのに、これが演劇ですか。こっから広げたらええやん。そうですよね。そうですよね。もうすぐ飽きてんねや、そんなもん。いやいや、途中でね、収集つかなくなったんですよ、自分で。ずーっと見てるよ、もう。俺がものすごい演じてまんねんで、これ。え、ね、
あとちょっと待って、ここで書いてるんでしょ、いつ。いや書いてるんだけど、いっぺん書いてあるバーッと、いや分かりました。じゃあ原稿どっか飛んじゃったんですかこれ。いやいや飛んでない、いっぺんもほらもういっぺん全部サインしてやね、さあ立ったんだ、あと20枚ぐらいのことやな、そんなやや言いねえなよな。あそこのね、あのセリフがどうしても出てけえ。ストップストップ、もうずっと楽しんでんの。そうそうじゃない、ずっと楽しんでんね。サッカーになってこのさんとどこまでやんのかな。違う違う違う、俺一人で暴れてんねやろ、サッカーなって。あのね、考えてたんですよ一生懸命、本当に何を言ったらいいんだろうとか、どう切り返したらいいんだろうとか。嘘や、絶対。いや本当に、いやいや本当に、絶対どうぞ。いやこの瞬間は本当にあるで、編集員ですよ。編集員やね。どの辺からやろ、ちょっとその顔見せたくなる。これもそうですよ。これ編集員、ね、これ編集員ね。真剣に困ってるじゃないですか、ね、これだってほらぼーっと見てるとか楽しんでる顔じゃないですよね。あ、まあまあね。ことあの特番の2時間ドラマできっちりもうなんか25周年のとか50周年の特番の気持ちでやってますやろな。そうですそうです、ほんまちゃんと。あ、そうですやってますやろな。弟よとかそんなあったやな。そういう役でやってますねやろな、きっちり。いやこれが一番いい顔ですよ本当に。あの普段でもこんな芝居ができたらなっていうぐらいの、これが一番いい顔だか。本当ですこれ特番のもう本当に一番豪華な、いや豪華なっていうか、これが究極の究極の顔だ。こういうことができたらそれは最高だなと。だってリアルな顔してるじゃないですか。まあまあリアルや、ね、あそれはまあ本気でやってくれてるというのは、どこ見てるかっていうのはちょっとあれですけど、どこ見てんねん。多分 M やろ。多分 M やろ。そっか、同い年偉いっけど、偉い生えてんなってなもんね。いや先生大先生だから、ただ待ってますよ皆さん。先生大先生ってやな、松本君。あんたね、そんな先生と言ってて言うてるな、あんたやねん。まあまあ座りなちゃうけど、厳しく言わないとね、というふうに言われてきてるんです。本当は先生のことは尊敬申し上げてるんですが。お前だね、あんた。はい、先生のことは申し上げてるんですがっていう、これはもうちょっとおちょくってますよ。こっからもうちょっとね、もうね、作家の演技はもうええかっていうような、ちょっと飽きてきてんねんますけどって、絶対飽きてるよ。もう俺がやってるのはもうこの人はここまでかっていうことやわな。いや普段の仕事の中ではね、こういう動きをしないんですよ本当に。いやしないんだけど、ここでしてるってことはどんだけリアルかっていうことなんですよ本当に。まかいな、ちょっと飽きてる。だいぶ傍観者やもん。いやいや柱になってる。被害妄想ですよ、被害妄想かな。違う違う違う、俺一生懸命やってんねん。こんな顔してね、一生懸命考えてるんです今。ほんまかい、本当にどうしようどうしようって。ほんまどうぞ。すぐ飽きるんですけどね。すぐせやろ、ちょっと飽きんねん。いや絶対飽きない、飽き性やって、まあ、飽きてんねんで、もうこれもうええねんで、もう俺一生懸命やってんねん。こんな顔してね、一生懸命考えてるんです今。ほんまかい、本当にどうしようどうしようって。ほんまどうぞ。すぐ飽きるんですけどね。すぐせやろ、ちょっと飽きんねん。いや絶対飽きない、飽き性やって、まあ、飽きてんねんで、もうこれもうええねんで、もうお茶ええわ。ここはまだまだまだ、お茶ええわみたいな思うてんねん。読者がいっぱいいるわけですから、読者が喜んでくれる読者がいっぱいいて、いやいや無冠の帝王っているじゃないですか、たくさん。それでもう先生は、まあここまあ無冠の帝王やったら、俺はテレビ出ても言うてるけどやな、そんなもんね。もう君やから言うけど、そんなんやっぱり実際ちゃんと取らないと。あのね、君言ってたら、ここら辺でちょっと飽きてるんですよ本当に。ここら辺でちょっとね、うーんって思ってるんですよね、続かないなと。よー、俺を捨てたな。いや違いますよ。もう本当に続かないなって、本人何にもせんと続かないなですよ。いや自分で俺はいろいろ演技しながら、こっち見て、ああ続かないな、自分が努力して続かないならいいですよ。猿回しの猿じゃないですか。違う、あのなんかしてる方が大変だっていうのはね、勘違いですよ。なんかしてないように見えるけれども、それはもう、本当にしてない方が大変なの。いやいや、これどっちとは言わないけれども、いやどっちとか言うてるやんか。いや僕の方が頑張ったって言い方は僕は心外だな。いやしてます、もう何にも、これはもう飽きた顔やな、これ。いやいや確かにどうしようかっていう顔ですよ。どうぞ、うん、いやいや、まあまあ本当にあと20枚ぐらいのとこやね、あとでね。あのセリフが出てけへんねやな。えセリフ、いやいや、悦子がね、悦子が
あの不倫で走って最後に死ぬ時は、ねえ私どうしてもあなたのこと官能小説ですよ、まさかだったんですね一生懸命頑張ってんのに、ま、ここはちょっと失礼しましたね、もうちょっと言いたかったわうーんとか言うてもっと興奮したかったのにどうぞ笑ってるやどうぞ官能小説の作家だったんですねいやもうそこは一番大事なんだねえ私あなたのこと、はい、どうもういいっすよちょっとどうしたのどうしたの完全に飽きたんや、はい、はい、それで終わり、はい、演劇部これ演劇部やこれはひどいでしょお前が来るたびにほら来ないしてなちょっとお前演劇をやりたいというような気持ちがあるわけやからさから今日はなどんなんで来るのかな思ってやで寝て待っててほんだらお前からやってんねんか笑って先生って、はいはい、じゃあ嬉しかったやないやいやちょっと今そうはい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 とか言ってますこれ腹立った今ロックでもないやつですねロックでもないやっちゃうちょっとやってください、ね、どうぞ本編戻してほんだらお前からやってんねんか先生ってはいはいじゃあ嬉しかったすいませんでしたほんとこれはこの受けはいけませんねこの受けはあかんでしょこれはいけませんねこれは怒られるでしょう、いろんな人にこの芸能界にいて失礼な失礼ですねはいはい、ここってこい、いいやどうぞ俺ごときのお前大学の友達ちゃう言うてやれよ、お前先生って言うてくれるからこっちも聞くのに時々そういう気になるわけやなんで来ないのまた戻して俺知らん永田と雨宮と西村またね、雨宮ってね、ややこしい名前いないんだ永田、俺も覚え一回やる永田、雨宮ね、あとの西村が聞こえへんかったんや雨宮っていうのは山梨に多いんですよ、僕山梨出身なんであ、そうや、はい、ほんで、お塩そば屋さんが西村さんっていうのがあって知らんがな高校の同級生が永田っていうんです出やすいっていうね俺は雨宮いうのは盲腸を治してくれた先生が雨宮なんですそれで覚えたら雨宮やなって思って盲腸を治してくれた、うん、永田なんて覚えやすそうで、うん、永田なんかなって雨宮の方がほんま覚えやすいんですよ A 級の A の方の永田知らん関係あらへんその漢字まででもなコンプレックスって面白いとこにあるんだよね面白い話するよね、こういうのほら、東京出身なのに関西弁使ってるじゃんそこれか、すみませんでしたこれはね、本当にすごいふりしちゃったなこれでもう俺もう笑いそうになったいや、笑ってるなと思ったんですよ笑ってるわ、そりゃなんやそれは俺、って思ったどうぞ東京出身なのに関西弁使ってるじゃないかえまずいっすよこういう時に笑っちゃ笑うわさ笑うよな俺仕事をこうやってチェーンみたいにしてそのまま広げてたな喫茶店もなんであかんか35年もこうやってずっと関西のように暮らしてればさそりゃね関西弁も使いたくなるわねだけどね俺はあれだよ京都に人が移ってさえんでストップこれ何をえ京都に人が移ってこの間ねテレビでね銭湯だったら京都だなんて話をちょっと聞いてたんですよでそれがプッて浮かんで本当にね口真っ赤から出まかせ野郎ですねようそんな本当にね冷静に言うてるから俺何を言うてんねん意味わからんえ京都に人が移ってうんもうどうぞ京都に人が移ってさえほんで文化の中心になって政治も経済も全部京都行ってたよ関西がいいいいって言ったってそれはね東京の人間から今見たらものすごくこのかっこいいなって思うけども生まれ育ちは東京なんだからその関西弁やめてくれあの物言いは本当にあの物言いはすんと失礼しましたそうですねやめてくれだって最低な男でしたポーンってで俺え
今から東京弁ってどうぞ。俺ら昔の友達同士はみんなそんなことはね持ってないんだよ。チャキチャキの江戸っ子だと思ってんだよ。親子三代も続いた最低、畳みかけるよ。やろう。かっこいいよね、そうやってね、関西弁ベラベラ喋ってね。仕方がねえじゃないかって言ってんだよ。かっこいいよね、そうやってね、関西弁ベラベラ喋ってね。仕方がねえじゃないかって言ってんだよ。あれはもう必死の東京弁なわけですよね。俺もどうしようかな。そうか、いやもう一度聞きたいな今の。いやだから、ね、三代、親子三代やからね。三代やからこれぐらいいいでしょ。どうぞ。あ、かっこいいよね、そうやってね、関西弁ベラベラ喋ってね。仕方がねえじゃないかって言ってんだよ。もうちょっとわざとらしいんだよ。もう戻らなくなった、なってんだよ。おい、笑ってる笑ってる、これは申し訳ない。いや、笑ってて、はいはい、言わしといてね、ちょっとわざとらしいなって言われてる。どういうことやねん、乗ってくれや。どうぞ、もう笑ってるやん。お前関西弁喋ってみ、喋れんのか。喋れないよ。いや、それが劣等感になってるね。そうやねんって言ってみたいわ。こうでんねん。これ貴重な映像やで。そやねん。どうぞ。いや、大きに大きにな、ほんまにけえねんな。はあ、いいんだよ、来なくても。本当はね、明日の朝来るんだよ。え、本当。まあ、そういう連絡をねしたんだ、俺が。こんな話をちょっとしてみたんだ。うん。後ろからハンマーで殴られたようやわ、大きに。そんなに何感謝されるようなこと言ったかね。お前には分からへんのけどな。そうか。オッケーです。まあいいよ。まあすごい良かった、最後の。いや、しかし自分のこういうの見るのっていうのはスタジオでもやらないんですけどね、ほとんどね。うん、でもこうやって冷静に見るとこういう筋なしだからこそのその表情とか目指すところが見えるっていうか。うん、いいですよね。うん、あ、いや、ものすごいですね。興奮してもずっと自然に、うん、自然にいって、で、なんていうか、丁々発止するとこって本当に台本があったらあんなんできへんねんけど、うん、本当にこうリアルに日常で一番やりたいことでしょ。そうですね、うん、芝居の中で、うん、あそこを目指すんですけどね、なかなかね、うん、稽古重ねると余計、うん、ダメな、どっちかがダメになってしまう。そのダメな時もあるし、重ねなきゃいけない時もあるし、これは難しいですね。うんうんうん、重ねて重ねてぶっ壊していくっていう方法もあるんですよね。うん、そうですね、うんうん。まあ本当にありがとうございました。なんか、ね、来ていただいて、三浦友和のふざけたところが分かったと思います。首都移転中のね、これは初めてです。どうも本当にありがとうございました。三浦友和さんでございます。どうもありがとうございました。まあでもいろんなことをよく考えるな、鶴瓶さんは。今日日本撮りですよね、確かに。鉄人だな。